い、皆さんこちら姿勢というわけでマクシムス戦やっていきましょう。怠慢になってしまっている、マタドル意味ないよね。術使ってくるから、ここはスクリュードライバーもしくはライトニングピアス、コメントもらってたんですよね。レベルが高い時にライトニングピアスを使い続けるといい技を覚えますよ。こんなナメプしていていいのだろうか。ライトニングピアス、さすがにひらめかないか。468体落とし、マジ言ってんの？え、物理で攻めてくんの？嘘でしょ。あ、てかあれか、生命の杖持ってくればよかったのか。しまったしまった、そのための生命の杖か、バカだった。わー、ライトニングピアスもう一回使って、あー、なんもねえか、諦めよう。ここはライトニングピアスを諦め、めっちゃ物理やん。マジ言ってんの？おー、戻ってきたハゲ。最初のスイッチを押した人から順番に戻ってくる。しかしハゲいらないかもしれん。あ、でも回復出る、ナイスすぎるハゲ。ということは私ライトニングピアスを押し続けられる。そうしたら生命の水ライピー、あー敵レベルそんなに高くないのかもしれん。防いでいく。しかし何の問題もないからこのままでいいかもしれん。うわー、戻ってきた。いいね、この展開熱いね。仲間が復活していく。そうしたら本気で攻めていこうか。スクリュードライバー、まさか女の子にしか効かない技がもしかして開発されているマクシム様には効くかもしれない。バンされるからやめよう。そうしたら、ワンチャン、ワンチャンの仕込み杖からの巻き割りダイナミック。おー、回復している、完璧じゃないか。戻ってくるメンバーがみんな回復している。あー、でもそんなにダメージ変わらん。女の子じゃないからか。さあ、巻き割りダイナミックス994、なかなかやるじゃないかお前。そして4人戻ってくる。もう全員揃う前にさ倒しちゃったらさ、我々仲間が減ったままとかないよな。ライトニングピアスに変えようかな。そうしたらライトニングピアスから、お前術使わないってさ。あ、使えよ。そうです、そうだよね。あー、でも弱い。まあ、カタリナさんは一応雷耐性はついている、ラバス装備しているっていうのもあるが、もっとさ雷撃のさめっちゃ強い技を使ってくるのではないのか。さあ、落ちるのではなかろうか。我々フルパーティー雷撃、カタリナさんは耐える、巻き割りダイナミクス1000、オッケー。さらにハゲは回転撃を打てる。そして二刀流、巻き割りダイナミクス、オッケー。ゼロ、おっ、何、ゼロでやったの？え、そんなことある？え、何、どういうこと？なんか杖が出てきた。はあ、待て、うわ、ロビン欲しい。待って、全体攻撃のロビンが欲しかった。あー、やビビ、弱剣、弱剣敵全体、大進撃敵全体するか、もしくは魔法で術を止める。いや、次元の狭間に誘っていくっていうのはどうだろうか。ザコはさそういうの聞くでしょう。次元弾も撃っていいんじゃないかな。で、ダンシングリーフ、ウィンドダート、うわ、ここ微妙、ハーマン微妙、ノーラさんで一応カタリナ回復してあげよう。邪剣400。さあ敵がどれだけ強いか。マックスター、うわ痛え。ストーン、うー、死なないよね。オッケー、パワーヒー、なぜか効かなかった。さあ、ティーブレイクでお茶しないかね。よし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 、ナイス、あと1体。こいつは次元弾で落ちてくんねえかな。あー、効かねえか。いや、でもここまで来たら単純な火力で押していける。で、なんか、ね、寝てる老人がいるが、起こす必要ないよね。起こしてもやることないし、ここは巻き割りで攻めていこう。
スクリュードライバー落ちてくれれば巻き割りが後ろに行く。あー案外強えな。生命の水、いやマクシムス意外と強いかもしれん。なんかこのさ、スタッフを召喚したじゃん、その後にかなり威力が上がっている。あれあれかもしれん。なんだっけ俺、フェイトのさ、フェイトちょっと見たんよ。なんだっけ、ギルガメッシュ、ゲートオブバビロン。マクシムスかっこいいか。めっちゃ武器召喚してくる。スクリュードライバー落ちてくれ。うわー効かねえ。おじいちゃんは弱いから。あーおじいちゃん死ぬ。おおおじいちゃん術には強い。スカッ、生命の水、やべえ案外強え。バカにできないマクシムス。このさ、前に立ってるさ、なんかよくわからん腐れじじいみたいなやつもさ、マクシムスガード意外と強いし。ライピー、これでカタリナさん技ポイントなくなり、わー即死技で最後まで攻めたらよかったのかもしれん。マクシムスガードがマジで不死身すぎる。292、まあこんなに落ちないもんなんだ。へえ、即死がとりあえずここまで即死で倒せたのはかなり良かったのかもしれん。これ本当に一体一体戦ってたらマジ終わらん。二段突き、あーおじいちゃんがやべえ。落ちてくれ手前、巻き割り。こんなにもただのジジイが強えの。オッケー、やっと落ちた。生命の水、おじいちゃんを今度は回復させてあげないとまずい。いや、ワンチャン自分回復入るかな。自分回復してくれると嬉しいんだが。骨砕き、オッケー。ゼロ。STR 削られたんかな。若干痛いが、自分回復入る。よし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 。上のおじいちゃんと違ってこっちは使えるおじいちゃんだけど回復量が少ない。ノーラさんの技ポイントがマジ無限大。ノーラさん以外も通常攻撃しかしてないからね。ノーラさんの巻き割りダイナミクスにかなりかかっている。それ以外のダメージが貧弱貧弱。いやでも二刀流だったら250出てるのか、悪くはない。しかも玄武の鎧、玄武地層でどんどん回復している。リジェネ効果がついているのはかなりでかい。ウォークライする、もうウォークライする。この地味なウォークライが効く。資産21、この地味なウォークライが効く。169、骨砕かれていく。今さらウォークライっていうね。最初にしておけウォークライ。さあこれで我々体勢がかなり整った。そうしたらデコイとして、ハマーン様を起こしていってあげてもいいかもしれない。起こしていきながら通常攻撃巻き割り、もう一回、マクシムスガード呼ばれるとかなりまずい。うわー避けた、ひらめいた、じいちゃんなかなかやる。ただメインメンバーはおそらくそんな今ダメージを食らっていなかった。オッケーオッケーオッケー。おじいちゃん避けたのはかなりナイスすぎる。なんか終わらない戦いをしている気がする。生命の水、負けることはないと思うが、勝てるのかこれは。いや負けることあるのかもしれんのか。もう一回仲間を呼ばれるとまずい。もしくはゲートオブバビロンから、剣とか出されるとまずいかもしれない。巻き割りダイナミック押してくれ、頼む。1000、うわーまだか。骨砕いてくる。しかし盾で防ぐ。回復はかなり間に合っている。
ガラハゲの回復がね、マジ便利。こっちは本当に期待ができない。まあ115か、ちまちま与えてもらおう。わっしゃー、タチアナさんが決めてくれた二刀流銀の手。オートメイル、よし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 。さあ、おー、聖王の遺物手に入れた。黒幕を追ってトロフィーゲット。気になるのはロビンが果たして戻ってきているのか。栄光の杖、マスカレイド。そうか、お前だったのか。やり逃げダイナミック、敵は撃った。あ、ノーラさんの聖王の槍、七聖剣、魔王の斧、やば。これはさ、いろんなイベントが進むのではなかろうか。とりあえずピドナに戻ってくる。ロビンさんも戻っている。問題はさ、ハーマンをどうやって仲間から外すかっていうのもあるんよね。イベント終わったからこれは外せる。あー、お前は詩人か、マジ殺すしかねえ。宝天部の陣、中心メンバーをおとりにしながら、老人をおとりにしていく。そしてもうガラハゲはいいでしょう。活躍してくれたから、ガラハゲを後ろに下げながら。いやー、でも生命の杖持ってたり、なかなかこいつは使えるやつではあった。さあ、ティベリウスと別れていく。そして念願のマスカレード、武器威力9。ウェイクアップしたらさ、使えるかな今さら。ウェイクアップマスカレード、しかもこれでお家に帰る。やっとカタリナさんがお家に帰ることができるようになった。で、さらに、フランシスカ25でしょ。っていうか、もともと一番強いのはブローバー36。それに比べて、魔王の斧42。ファイナルストライク、待て待て待て、これ、やべえやべえやべえ。絶対これ装備したら呪われる。一応セーブしよう。セーブしておきながら。あ、呪われない。呪われないファイナルストライク。なるほど。魔王の斧。あとは、七聖剣。わー、35、純粋に強い剣。いやー、でもなんか固有技とか多分あるんだろうね。聖王の遺物だしね。で、さらに、ブリッツランサーの代わりに聖王の槍37。弱くなってるんだが。あれあれ、ブリッツランサー38、聖王の槍37、弱くなってるんだが、きっとなんかあるんだろうな。一応ブリッツランサー持っとくか。あとは、謎の栄光の杖。これもさ、20弱いよね。いや、まあこのあたりはなんかいろいろあるのでしょう。そうしましたら、どうにかして LP を削らなければいけない。できるかな。ハーマン、裸だからなんとかなるか。え、なに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 、ヒコレト。ちょい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 。待て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 。なんか引かれたんだけど、暴走スポーツカーにさ、引かれたんだけどさ、完全に今さ、教授お出かけしたでしょ。なんか違うイベントが始まった気がする。ほら、教授お出かけしたよ。教授のマイカーってあれなのか、さらにこっちが行けるようになっている。あ、教授のベッド。教授の使ったコップ。へぇ、さらに下に行ける。あ、いるし。待って待って、今変なこと言ったの。私、聞かれていたかもしれない。やべ、逃げよう。え？さっきのはさ、何だったのっていうか、やっば。人体錬成とかしてるんじゃないの？あ、ここ行けないし。あ、怪しい。怪しすぎる。やべえ、なんか話すの怖え。こんにちは。私としたことがあんな失敗作を、スパイク校に頼まれていた、スーパーウルトラデラックスファイナルロマンシングドラゴンマシン。お前勝手にだろ、スパイク校そんなん頼んでないよ。名前勝手につけたやろ。ネジを一つ締め損ねて、え、たったそれだけ？はい、ハイパーゴールドラグジュアリーフルオートマッチック新ファイナルバーチャルロマンシングときめきドラゴンマシン。
になってしまったの。そんなことある？ないだろ。どんなネジだよ。え、で、町や森を飛ばしまくってるのをあなたも見たでしょ。なんか惹かれたんだけど。あ、私ってお馬鹿、天才だわ。励ます、ほっとく。いや、待て待て待て。なんか思ってたのと違うイベントが発生してしまったが、励ましてあげよう。大丈夫よ、天才なんでしょ。あ、絶対調子乗るって。そうね、何を悩んでたのかしら。ほら、私は天才、ほほほ、ほらね。ほっとけばよかったかもしれない。傷ついても打ちのめされてもバラは美しく咲く。待って。あいつを破壊して扉の奥、奥の扉の中にプロトタイプがある。ん？どういうこと？失敗作は残したくないのよ。あー、天才にありがちな。こっちではなく、え、なんか始まった、なんか始まった。あ、これがさっき光る。あー、我々プロトタイプ。何、戦うの？待て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 。あ、ちょうどいい。お前死んでほしいな。こいつはなんか適当にやっておこう。今こそ魔王の斧、七聖剣二刀流を見せるとき。これやばくないか。西王の遺物、二刀流。あー、何も回復していない。ひどすぎる。エンジン全開って何これ。リヒトゼーカー、リヒトゼーカー。エンジン全開してみよう。さあ、通常攻撃、エンジン全開。わからん。しかしエンジン全開をしないと多分置いていかれてしまう。毒の霧を打たれていく。ハリー、ナイス、死ね。うわー、死なないのか。ウィンドダート138。そうしたらもう一回ウィンドダート押していく、押していく。回復はしない。エンジン全開だ、毒斬り。なんか違うゲーム始まってないか。ミス当たらない。76、微妙すぎる。待って、勝てないんじゃないか。大丈夫かこれは。ハリー、一応敵さんに3体いるの。ナーデルカのね、ヒッツェカフね、ナハトゼーカー。なるほど、3対3だったということか。ちまちますぎるな、マジで。よしよしよし、ナイス。とりあえず、あ、落ちてった。マック、待って待って待って、あと LP1 あったのに。それじゃあパーティーからいなくならない。回復してなくてさ、このイベントやるってさ、私くらいなのではなかろうか。あとはひたすら通常攻撃を2人で打っていく。何ターンかかるんだ。ダメージは全く問題ないが、お、追いついてくる。体当たりが使えるようになった。やっていこう。いや、でもあいつのマシン、痛い痛い、刺さるんじゃないか。大丈夫か、パンクすると。体当たり強っ。あ、自爆。え、待って待って待って、大丈夫か。大丈夫。433、体当たりいった。回復やっば。パワーヒー、タチアナさん回復しながら、あ、ウェイクアップしとけよかったかもしれんね。ウェイク、今さら、今さらウェイクアップしてみる。ウェイクアップ、やったー。西欧の遺物、マスカレードの真の力、自爆してくる。さあ、パワーヒー回復してエンジン全開ゼロ。さあ、ウェイクアップしたマスカレイドの力を見せていけない。ムーランルージュ撃てない。マスカレード通常攻撃。なんだこの戦い。ゴミクズすぎる。ガス撃たれてくる。わっ、マジか、回復役いなくなった。まさかこんなところでゲームオーバーがあるのか。痛い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 、死ぬ。カタリナさん78、高級傷薬持っている。体当たり
高温ガス。車に行ってくれてる分には大丈夫なのではなかろうか。エンジン全開すべきなのかな。ハリーやばいかもしれん。主力がまさかの体当たりかもしれん。ガスエンジン全開体当たりなんだ、終わらん終わらん終わらん。あ、嘘でしょ。ここで全滅する人って私くらいなのではなかろうか。よーし、お、さらに OK、 LP0 完璧で逃げよう。これで仲間から外すことができた。ウォードさんを戻してこようか。オッケー、これでパーティーが戻る。とりあえず回復するか。何があるかわからん。あー、そうだよね、ナジュ砂漠の東、流されたら戻ってこられないタイガー。へえ、気になる。マスカレード奪還、これでロアーヌに戻ることができるだろう。やったー、帰れる。そして教授、暴走車両、多分開発が進むのではなかろうか。ジャガンマスク、凝視を防ぐ5の10。あー、なるほど、まあ悪くはない。問題はさ、聖王の槍を私持って帰ってきたのではあるのだが、全くもってそのイベントがない。絶対さ、ここでしょ。ここにさ、聖王の槍を飾るべきではないのだろうか。ロビンが持っているからいけない。アイテムに戻し、何も起きないよね。むしろノーラさんに持たせてみる。わー、何もないっぽいな。そうしたら次回は残っている2体の島貴族、アウナス、ビューネ、どちらかをスタートしていく感じになりますかね。暴走車両も気になるか。どうしようかな、この後。せっかくマスカレードが帰ってきたことを思うと、ビューネの手下に襲われたロアーヌ、入ることができるんですよね、私たち。そっちなのかな。いやー、でもな、ジャングルも気になる。というわけで、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思ってくださった方は、コメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。では。